カリフォルニア州の人口密度図本校では、カリフォルニア州の人口動態について記す。カリフォルニア州は、アメリカ合衆国で、最も人口の多い州である。多種多様な民族、人種、出身国及び、宗教の出自を持った人々から構成されている。現在でもかなり多くの意味を引き付け続けており、総数で劇的に増加しつつある。 人口の大半は、ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンディエゴ、サクラメント及び、フレズノの各都市圏に集中している。カリフォルニア州は北、アメリカでは最も人口の多い地方生態である。独立国と比較した場合、世界で34番目に人口の多い国となる。アメリカ合衆国の中では次に人口の多いテキサス州に比べて約3割多い。 カリフォルニア州は1962年にニューヨーク州を抜いて人口最大の州になった。2009年現在、その人口は3696万1664人と推計され国内で13番目に増加率の高い州である。前回2000年の国勢調査から309万16人増えており、自然増並びに州内への移住者、 純増30万6925人が含まれている。アメリカ合衆国外からの移住で181万6633人増加し、合衆国内部への移住で150万9708人減少した。カリフォルニア州には過半数となる民族集団はない。ヒヒスパニック系白人が人口の40.1%を占めている。 スペイン語が英語に次いで話されている言語であり、特にロサンゼルス都市圏やサンディエゴ軍やインペリアル軍といったメキシコとの国境に近い軍では多い。住民の43%近くが家庭で英語以外の言語を話しており、この比率は他の州に比べてかなり高いものである。人口統計学者は2020年までに ヒスパニック系が過半数になると推計している。これは大規模な移民が続いていることと、ヒスパニック移民の出生率が、ヒヒスパニックのそれよりも高いという事実をとにしている。州の人口重心は、バトンウイローがある、カーン群となっている。2010年国勢調査によれば、カリフォルニア州の人口のうち 40.、40.1%が、ヒヒスパニック系白人。 アフリカ系アメリカ人は5.8%、アジア系アメリカ人は12.8%、アメリカインディアンは0.4%、根血は2.6%となっている。人口の37.6%はヒスパニック系である。白人の数では2145万3934人と国内最大の州であり、 アフリカ系アメリカ人は2299,072人と国内5位である。アジア系アメリカ人は486万1007人であり、国内のアジア系人口1,467万人の約3分の1がカリフォルニア州に住んでいることになる。インディアン人口は36万2,801人で、これも国内最高である。 白人の構成比は57%だが、ヒヒスパニック系白人が、上記のように、過半数に満たない、最大構成比の人種となっている。それでも、ヒヒスパニック系白人の人口は約1500万人と国内の州で、最大である。ヒヒスパニック系白人の構成比は1960年に、約92%だったが、大きく、数値を下げてきた。 ヒヒスパニック系白人以外の民族の人口が約2200万人であり、これも国内の州で最大である。アメリカ合衆国の少数民族は約1億人なので、そのうち約20%がカリフォルニア州に住んでいることになる。ニューメキシコ州とテキサス州ではヒスパニック系の人口構成比が高いが、カリフォルニア州のヒスパニック人口は どの州よりも大きい。アジア系アメリカ人の場合も、ハワイ州だけが、人口構成比が、カリフォルニア州より高い出身国の統計では、メキシコが最大で25%、ドイツ9%、アイルランド7.7%、イギリス7.4%の順になっている。その他アルバニア、ハイチ、パキスタン、ソマリアなど全部で70近い民族が上がっている。 ロサンゼルスとサンフランシスコ両市では、フランス、イタリア、ポルトガル、ロシア及び、スカンディナビアを自とする人々が多い。カリフォルニア州には国内どの州よりもヨーロッパ系、アメリカ人の人口が多い。例えば2000年時点で、ブルガリア系やハンガリー系のアメリカ人は、どの州よりも多かった。アルメニア系アメリカ人も60万人をおり、 ロサンゼルス市の北にあるグレンデールやフレズノ市で大きな地域社会を構成している。ロサンゼルス市やサンフランシスコ市では19世紀後半の移民によって築かれたアイルランド系、イタリア系、ギリシャ系、ドイツ系、およびポーランド系の地域社会がある。1848年のカリフォルニアゴールドラッシュで移民の波に入ってきたスカンディナビア系、フランス系、 イングランド系及び、ウェールズ系住民も多く、また旧ユーゴスラビア系、ボスニア系、クロアチア系及び、セルビア系住民もいる。南カリフォルニアには、約50万人のイラン系アメリカ人がおり、特に、ビバリーヒルズ住民の20%を構成している。イラン系アメリカ人の地域社会は、サンフェルナンドバレー、オレンジ郡、サンディエゴ市、 パームスプリングス地域及びサンホアキンバレーでも繁栄している。1970年代後半にアメリカ寄りのイラン国王政権が追放された後に移民してきたものが多い。アフガニスタン系は50万人以上がイーストベイのフリーモントとヘイワードに集中している。アフガニスタン系はアラメダ軍など州内各所にも住んでいる。アラブ系アメリカ人も50万人以上おり、 アラメダ、フレズノ、インペリアル、カーン、オレンジ、サンバーナーディーノ、サンディエゴ、スタニスラウスの各軍に大きな地域社会がある。アラブと中東の各地域を含んでいるが特に多いのはパレスティナであり、その後にエジプト、イラク、ヨルダン、リビア、レバノン、シリア及びサウジアラビアが続いている。アラブ系は1920年代以降に カリフォルニアに住んでおり、特にセレスト・ター・ロックのアッシリア系とカルデア系、およびコアチェラ・バレーが有名である。サンディエゴ市は国内でも最大級のカルデア系移民が集中している。主にメキシコ人のヒスパニック系は圧倒的に南カリフォルニアの特にロサンゼルス市に多い。ロサンゼルス市自体がアメリカ合衆国でも最大のメキシコ系社会と言われている。 ロサンゼルス軍の場合はヒスパニック系が人口の40%以上を占めて最大民族になっている。ベーカーズフィールド、フレズノ、サクラメント、サンノゼ、ロングビーチ、アナハイム、リバーサイド及びサンディエゴの各種でも大きな地域社会を形成している。サンターナでは住民の75%がヒスパニック系である。 メキシコとの国境に接するインペリアル軍は70、内市75%がヒスパニック系である。リバーサイド軍の特にコアチェラ・バレエ東端でもヒスパニック系が多い。セントラル・バレーには多くのメキシコ系農場労働者が移民してきている。コルサ軍、フレズノ軍、カーン軍、キングス軍、マデラ軍、マーセド軍、サンベニト軍、サンタクルーズ軍、トゥーレアリ軍を呼び、 ヨロ軍でもヒスパニック系が過半数を占めている。サンフランシスコ米エリアではヒスパニック系が20%になっている。サンマテオ軍、アラメダ軍及びサンタクララ軍に多く、またサンフランシスコのミッション地区にも多い。ナパバレーとサリナスバレー民農場労働者によって作られた大きなヒスパニック系地域社会がある。マリポサ軍では カリフォルニアのアメリカ併合以前の時代にまで遡ってカリフォルニオあるいはスペイン系アメリカ人と自らを同定するものの小さな社会がある。カリフォルニオの文化はメキシコなどラテン系民族と密接な関係がある。州内のヒスパニック系はほとんどがメキシコ出身だがキューバ系、プエルトリコ系、グアテマラ系、ホンジュラス系、エルサルバドル系とニカラグア系、 チリ系、コロンビア系及び、ペルー系も多くいる。ロサンゼルスには、アメリカ合衆国では、最大の中央アメリカ系の社会があり、また1910年代以来のメキシコ系社会も、最大である。アジア系では、中国人が1850年代から、日系人が1880年代から、さらに、フィリピン人も一世紀以上にわたる。 地域社会を形成してきた長い歴史がある。1965年以降アジア系の大きな移民の波が訪れ、中国人や韓国人、東南アジア人が増えた。南アジア人の場合はさらに最近のことであるが、急速に成長している。フィリピン系アメリカ人は、ロサンゼルス、サンディエゴ、サンフランシスコ各市とサンマテオ、空の各郡に特に多く。 南カリフォルニアでは、アーテシア、ボールドウィン、カーソン、セリトス、コビーナ、ウェストコビーナ及び、ロサンゼルス市のイーグルロック地区に、地域社会を形成してきた。サンディエゴ市の周辺では、ミラミサ、ナショナルシティ及び、シュラビスタに多い。ベイカーズフィールドに近いデラノなどサンホアキンバレーの街、コアチェラバレーとインペリアルバレーの地域、サリナス。 ストックトン及びランスロップにもフィリピン系住民の数が多い。中国系アメリカ人はサンフランシスコ、オークランド、サンフランシスコ米エリアのイーストベイとサウスベイサクラメント、サンディエゴ及びロサンゼルス郡のサンガブリエルバレー地域に多い。サンフランシスコ米エリアはアメリカ合衆国のどこよりも関東語を話す中国人が集中している。 南カリフォルニアはおそらく国内最大の台湾系アメリカ人の社会があり、特に、サンガブリエルバレー、セリトス、ウェストコビーナ、アーバイン及び、ロサンゼルス市のサウスベーに多い。韓国系アメリカ人の社会は、ロサンゼルス市のコーリアタウン、サンガブリエルバレー東部、サンフェルナンドバレー、セリトスとロングビーチ、ロサンゼルス市のサウスベー及び、オレンジ郡北部に存在している。 他にも、サンフランシスコベエリアに多く、インランドエンパイア地域の郊外、地のコロナ、デザートホットスプリングス及び、サンディエゴのような都市で、韓国系人口が増加している。ロサンゼルス市のサウスベイとリトル東京には、大きな日系アメリカ人社会がある。しかし日系人は、サンフランシスコとそのベエリアの対岸、サンノゼ、サリナスバレー及びベイカーズフィールド、フレズ サンディエゴ、サンバーナーディーの、サンタバーバラ及び、サクラメント地域にも集中している。州内には、日系商品店、新聞社及びレストランがあったが、リトル東京とジャパンタウンの大半は、第二次世界大戦の日系人の強制収容の時に亡くなった。その結果、都市部の日系人の大半は、歴史的な日系人社会に住んでいない。 カリフォルニアには、ミャオ族や中国系ベトナム人を含む、ベトナム人など、東南アジア系の人口も多い。ロングビーチには、国内最大級のカンボジア人社会がある。隣接するウェストミンスターや、ガーデングローブには、ベトナム国外では、最大のベトナム人社会があり、リトルサイゴンと呼ばれている。ベトナム人とカンボジア人移民は、サンフランシスコ米エリアの特に、 サンノゼ、サンタクララ、サニーベールにも多く、またサンホアキンバレーやサンディエゴにもいる。6000人以上のラオス人がフレズの地域に住んでおり、その中にはミャオ族として最大の社会もある。体系の社会は南カリフォルニアに集中している。ロサンゼルス市には、大国外では最大の人口がおり、世界で最初かつ唯一のタイタウンがある。 インド系アメリカ人の人口もカリフォルニアが国内最大である。大半はロサンゼルス都市圏、サンディエゴ及びサンフランシスコベエリアに住んでいる。ロサンゼルス市郊外のアーテシアとセリトスにも大きなインド系社会がある。サンノゼ、フリーモント及びシリコンバレーの他の都市にも多く、ハイテク産業に雇用されている。ストックトン、ベーカーズフィールド。 フレズのユバシティ・ユバシティのようなセントラルバレエの都市やインペリアルバレエにも多い。南アジア系は大半がインド人だがパキスタン系、バングラデシュ系もいる。スリランカ系とタミル系はロサンゼルス地域のサンガブリエルバレエに集中している。カリフォルニア州には太平洋諸島系アメリカ人が15万人いる。その他半数の8万人は ハワイ生まれのポリネシア系である。またアジア、ヨーロッパなどの祖先を持つ者も,も多い。アメリカ領サモアやサモアの出身者も2万5千人いる。大半は、ロングビーチやロサンゼルス市郊外のカーソン、アーテシア、セリトス、レドンドビーチ、オーシャンサイドよびアップランドに住んでいる。グアム島や北マリアナ諸島のチャモロ人、約1万人が、北カリフォルニアに住んでおり、 アメリカ合衆国本土では最大のミクロネシア人社会となっている。フランス領ポリネシアのタヒチ島人推計1万人が南カリフォルニアに住んでいる。南カリフォルニアのサンディエゴ、ビスタなどの都市にはパラオ出身者が多い。パラオ人の社会はマレーシア、インドネシア及びメラネシア人の子孫であることも多いが日系人の子孫も多く、また、 中国人、韓国人及びフィリピン人の子孫もいる。多くの中区諸島人がサンディエゴに住んでいるが、中区諸島の当初入植者はスペイン人とドイツ人であり、現在は日本人と韓国人、続いてフィリピン人と中国人である。西太平洋の太平洋諸島人の大半は一部アジア人である。第二次世界大戦中に日本人が ミクロネシア連邦をマーシャル諸島及び北マリアナ諸島を占領したためである。カリフォルニア州には230万人のアフリカ系アメリカ人がおり、アメリカ合衆国西部の諸州では最大、国内全体でも第5位となっている。コンプトン、フェアフィールド、イングルード、ロサンゼルス、ロングビーチ、オークランド、リッチモンド、サクラメント、サンバーナーディの及び、 バレーホに大きなアフリカ系アメリカ人社会がある。ベーカーズフィールド、バークレーイ,イーストパロアルト、フォンタナ、フレズノ、マリニシティ、モデスト、モレノバレー、リアルト、サンディエゴ、サンフランシスコ、ストックトンおよびサスーンシティにもそこそこのアフリカ系人口がある。アフリカ系アメリカ人の構成比は約7%であるが、1990年代と2000年代には、 構成比が小さくなってきた。アフリカ系中流階級が郊外に転出したために、ロサンゼルス市の南部と中部のアフリカ系人口が大きく減少した。数十万人のアフリカ系がアメリカ合衆国南部に移動した。その祖父の世代が20世紀半ばの大移住の時代には逆のコースをたどってきた可能性がある。アフリカ系アメリカ人の多い郊外地域は、 インランドエンパイア、ロサンゼルスの北のハイデザート及びサンホアキン、バレーである。2000年時点でカリフォルニア州のアメリカインディアンは37万6000人がおり国内最大である。カリフォルニア州居住であろうとアルマイトカリフォルニア州のインディアン部族の大半は19世紀後半に絶滅されたとされている。国勢調査にはラテン系インディアンという分類も含まれており、 南北アメリカのアメリンディアンの血を引く者の,の移民である。チェロキーネーションが州内最大の部族であり、人口は11万人だが、人口統計学者によると、チェロキー族の子孫は60万人を超えている、可能性があるとのことである。1930年代と1940年代に、アメリカ合衆国中西部で起こった、ダストボールから避難して、 カリフォルニアの農業軍や都市部で仕事を求めた民の子孫であることが多い。都市部のインディアン社会で大きなものは、ロサンゼルスとロングビーチ、サンフランシスコとオークランド、サクラメント、及びサンディエゴの地域である。部族としては、アパッチ族、直東族、クリーク族、ホピ族、ズニ族、ナバホ族、ブラックフット族、諸商ニ族、パイユート族、 プエブロ族、カウィーア族、及びチュマシュ族の人口が多い。コアチェラバレーのカウィーア族は不動産の賃貸から利益を得ており、インディオとパームスプリングスの多くの土地は、部族の法制のもとに部族が所有する土地である。2009年に不法滞在移民は人口の7%に上ると推計されており、アリゾナ州も同規模である。 2000年時点で5歳以上のカリフォルニア州住民の60.5%は家庭で英語を話し25.8%はスペイン語を話している中国語が第3位であり2.6%タガログ語2.0%ベトナム語1.3%と続いている州内で200以上の言語が読み書きされているスペイン語は州の 大体言語として使われている。州内には100以上の現地語があり、世界でも言語的に最も多様な地域の一つにしている。現地語のすべてが絶滅危惧されているが、その言語の再生に向けた動きはない。カリフォルニア州憲法の下で、1986年に明大63号が成立して、以来、英語を州内共通かつ公式の言語としてきた。 言語の問題は、州内でも重大な政治問題であり、特に移民言語の教育と公式の使用を規制する、言語政策に関するところが大きい。カリフォルニア州は50州の中でも最も、ローマ・カトリック教徒の数が多く、またプロテスタント、無宗教、ユダヤ教及びイスラム教の各教徒数も同様である。カトリック教徒が次に多いのは、ニューヨーク州である。 ユタ州以外では、モルモン教徒が最も多い州でもある。キリスト教徒に次ぐ宗教に関する最も多い集団は無宗教であり、無信論者と不価値論者が入っている。その比率が最も早く成長している。アメリカユダヤ教徒社会も大きく、アメリカ合衆国西部では最大であり、ロサンゼルス、ビバリーヒルズ、サンフランシスコ、オークランド、 サクラメントおよびパームスプリングスに集中している。イスラム教徒人口も急成長しており、ロサンゼルス西部、サンディエゴ、オレンジ郡、サンタクララ郡よび、モデストの地域に大きなイスラム教社会がある。カリフォルニア州のローマカトリック教徒の大半は、メキシコ系であり、その他のヒスパニック系、アイルランド系および、イタリア系と続いている。 ヒスパニック系移民の流入で、ローマカトリック教徒の人口が急成長している。ヒヒスパニック白人の間でも、ローマカトリックが多く信仰されているが、アフリカ系アメリカ人や、ヒヒスパニック黒人の間ではそうでもない。プロテスタントは、ヒヒスパニック黒人や、白人の間では多数となる、キリスト教宗派である。2000年時点で、 カリフォルニア州における最大キリスト教宗派は、ローマカトリックで、信仰者の数は179,310人である。末日聖徒、イエスキリスト教会が529,575人で、あり、サザンバプテストコンベンションが471,119人で、ある。ユダヤ教徒は99万4,000人で、州人口の3%になっている。ヒンドゥー教、 仏教、神道、宿教及び道教が一部アジア系移民によって導入されてきた。20世紀末時点でアメリカ合衆国の仏教徒の40%が南カリフォルニアに居住している。ロサンゼルス都市圏は仏教のあらゆる宗派を代表する組織が単一都市の中に見出される唯一の場所として仏教徒の世界でも得意なものになってきた。 北カリフォルニアのシティオブテンサウザンドブッダズと南カリフォルニアのシーライテンプルはアジア以外では最大級の仏教人であるヒンドゥー教徒の人口も大きくなりつつあるロサンゼルスはユダヤ系アメリカ人の推計人口が55万人以上おり北アメリカではニューヨーク市に次いで大きなユダヤ人社会を形成しているイスラム教徒の数でもカリフォルニア州は 最大の州であり、推計で総人口の1%になる。南カリフォルニアに多く、サンディエゴには10万人が住んでいる。カリフォルニア州の州派別人口構成秘密リサーチセンターの調査では、カリフォルニア州がアメリカ合衆国の他の州に比べて宗教色が薄いとしている。カリフォルニア州民の62%が神を信じることについて、絶対に、 確かと答えているが、全国平均は71%である。またこの調査では、カリフォルニア州民の48%が、宗教は、大変重要と答えたが、全国平均は56%である。カリフォルニア州には、アメリカ合衆国の都市で、人口数上位50都市に入る都市が8つあり、全米50州の中で最大である。 上位10都市の場合でも3都市が入り、テキサス州と並んで最大である。ロサンゼルス市は人口400万人以上を抱え、州内最大かつ全米でも第2位である。その他の大都市は、サンディエゴ市、サンノゼ市、サンフランシスコ市、ロングビーチ市、フレズノ市、サクラメント市及びオークランド市である。The Following Are A l i s of the indigenous languages. ルートランゲージズオブカリフォルニア、アサバスカンファミリー、フパ、メトル、ラシック、ワイラキ、シンキョネ、カート、タリワ、ノンガッタル、ウィート、チルラホカン。ファミリー、ポモ、シャスター、キャラク、チミリコ、アルゴンクイアンファミリー、ウィルカット、ユーロック、ユキアンファミリー、ワッポ、ペヌチアンファミリー、モードック、ウィントゥナムラキ、コンカオ、マイズ、パトウィン、ニセナン、 ミウォック、コーストミウォック。レイクミウォック、オロニ、ノーザンバレーヨーカッツ、サザンバレーヨーカッツ、フットヒルヨーカッツ、ホカンファミリー、エスリン、セレノン、チュマッシュ、イパイ、チパイ、ユマ、ハルキュコーマ、マハビウート、アズテカンファミリー。モノパイユート、モナーケ、オーエンズバレーパイユート、チューバトゥラバル、パナミント諸将に、 カワイス、キータニーマック、タタービウム、ゲーブリアリの、ジュアネの、リュイセイニョ、キューイピーの、カワー、セラーノ、チェミフエビ。ありがとうございます。